はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝しています。ありがとうございます。今回は、孤立主義というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。 まあ、アメリカの話になるんですけれども、アメリカっていうのは、まあ、両極端の正反対の二つの顔を持っているということですね。一つの顔は孤立主義という顔です。で、もう一つの顔は介入主義という顔ですね。でアメリカっていうのはこの正反対の二つの顔というのをまあ持っているということに関して学びを深めていきたいと思います。 で孤立主義っていうのはまあ簡単に言えば引きこもりということですよね。で私は、ね、他の人と関わりませんと、ね。私は、ねえー、みんなとのことは関係ないですと。その代わりみんなも私には、ね、介入してこないでくださいと、ね、いうことで、完全にこう自分にこう引きこもるというのがまあ孤立主義ですね。 でその全く正反対の、ね、介入主義っていうのは今度はまあ簡単に言えばおせっかいということですよね。まあ、自分たち以外のことにも積極的にこう、ね、顔を出し、口を出し、お金を出してくるということですよね。でこれがまあ介入主義ということになります。だから私たちから見るとアメリカってなんか一つの国のように見えるんですけど、実際は二つの顔が、ね、両方存在しているんですね。だから、 そのことをまあ、ねえー、理解しておくと、ね、今アメリカはどっちの方に、ねえー、向かっているのか、まあ、どっちの顔がまあ前面にこう出てこようとしているのかっていうのをまあ理解することができるということです。で、まあ、これはね、やっぱり国っていうのはまあ国民が作っているわけですけど、国民っていうのはまあ一人一人の人間ですよね。 だから一人一人の人間が持っている性質っていうのは、結局国民も持つし、結果的にその国の性質、性格にも,もなっていくということです。だから、引きこもりであり、おせっかいであるっていうのは、誰のね心の中にもねその両面っていうのはまあ,あったりするわけですよね。まあ、要するに一人になりたいけど、一人は寂しいわけですよ。 で孤立主義っていうのは簡単に言えば一人,、ね、人になりたいっていうのは本音なんだけど、しかしいざ実際一人だと寂しいということで、まあ、みんなに、ね、関わろう、関わろうとするということですよね。一、まあ人,ね、人になりたいけど、一人は寂しいっていうのがまあ孤立主義であり介入主義であるというふうにまあ、ね、解釈していいと思います。 でまあ、まず歴史的なことから言うとアメリカっていうのはどういう人たちが作っていった国なのかっていうことですけれども、まあ、大きくは2種類の系統の人たちがアメリカ今のアメリカという国を作っていったんですね。一つの、ね、1種類目の人たちっていうのはヨーロッパの貧しい農民の人たち。 ヨーロッパでは自分のね土地を持つことができなかった貧しい農民たち、まあ、この人たちが結局ね、まあ、もうヨーロッパという国を捨てて、ね、新天地アメリカに渡っていったというのがまあ一つですね。 でそう彼らはまあ結局ヨーロッパにいたとしてももう、ね、一生貧しいままで暮らすことになると、まあ、それぐらいだったらまあ勝負かけて、ね、ヨーロッパっていう国を捨てて、ね、新天地アメリカに行ってでそしてその新天地アメリカでまあ自分たちで、ね、ど,んど,んどんどん土地を開拓していって、まあ、自分の土地を持ちそして豊かな生活を実現させると、まあ、そういう,こう、ね、夢に燃えて、ね、海を渡っていった人たちですよね。まあ、一番最初のアメリカの ドリームです自分たちはヨーロッパでは貧しいままだと。このまま一生貧しいままで暮らすのは嫌だから。だからまあ、ね、勝負かけてヨーロッパを捨てて、そしてアメリカで、ね、自分たちは、ね、アメリカンドリームを実現すると。土地を、ね、開拓していって、自分たちの土地を持ち、そして豊かな生活を実現させようというふうに、ね、考えていった人たちですよね。この人たちが1種類 アメリカっていう、今のアメリカっていうのを作っていった一種類目の人々ということになります。で、彼らの価値観っていうのはもう簡単に言えば自立なんですよね。まあ、自立です。もうだね、誰にも頼らないと。ね、当時ね、アメリカ政府なんていうのはね、存在してませんでしたから、ね、もう自分たちでね、海を渡ってアメリカ、 大陸にね渡っていった時にまあ頼るものはないわけですよ。ね政府も存在してないし、ねそこにはねまあ動物たちとそしてねなアメリカに元から住んでいた土着の先住民。 ええね、ネイティブアメリカンと呼ばれる人たちがいたわけで、その動物とかネイティブアメリカンの人たちと戦いながら、まあ、自分たちの土地というのをこうね、開拓して広げていったということですよね。もう本当にもう自分の力でね、誰にも頼らないで自分たちの力でね、土地を持つ夢を叶える豊かな生活を実現させるということですよね。で、この自立というね、考え方、価値観というのを非常にこう強く持っている人たちです。で、彼らが主流になると孤立主義。 っていう風になるわけですよねもともと何者にも頼らないで、ね、豊かな生活を実現させるっていう考え方ですから彼らが主流にアメリカの主流になると、ね、孤立主義っていうのがどんどんんどんどん深まっていくということになるんですね。 でもう一つの、ね、介入主義っていうのはこれはねもう一種類の、ね、今のアメリカを作っていった人たちが主流になると今度は介入主義になるんですねでこれどういうことかっていうと、ね、もう一つはですねさっきは、ね、あのヨーロッパの貧しい農民の人たちでしたけれどももう一つはですねアメリカヨーロッパのこう、ね、キリスト教徒 で、キリスト教徒の中でもね、聖教徒と呼ばれている、もう本当にこう純粋なキリスト教を信じている人ですよね。本当にこう二千数百年前の聖書みたいな、ね、本当にもうね、えー、その、 聖書に書かれている通りの,、ね、あのキリスト教というのをまあ、ねえー、信仰している人たちですよね。そういったこう聖教徒という,こう、キリスト教の信仰ということに関してこう完全完璧を求めている人たちですよね。でこの人たちがまあ結局ね、ヨーロッパからアメリカっていう新天地に移っていったんですね。 でなんかこう完全主義とか完璧主義ってなんかねこう頭のねえ概念だと非常にこう綺麗な感じがしてあの人はね完璧主義だとかねえ完全を目指してるとかっていう感じでなんかすごくこう立派な人のように見えるんですけどいざねなんか付き合おうと思ったらすごくこう付き合いづらいわけなんですよねでなんかこう完全完璧を目指してる人っていうのはなんかねこう立派な人なんだけど付き合いづらいとでなんか人間ってもうちょっとこうねなんか なんかダラダラしたい部分っていうか、ね、ちょっとこうね緩、えー、い部分とかっていうのがないとやっぱりこうちょっとなんか付き合ってて大変なんですよねだから簡単に言うとこう人から嫌われやすいんですよ完全主義とか完璧主義とかねでそうした時にこう聖教徒って呼ばれてる人たちっていうのは本当にそのキリスト教の聖書とかに対して完全完璧なね実践っていうのをこう求めるような人たちなので、ね、なのでこうヨーロッパでは、まあ、はっきり言ったら嫌われ者だったんですよね でまあ、この人たちっていうのはね本当にこう寄生所こそがもうね最大限に正しいというふうに、まあ、信じている人たちなので、まあ、だからまあね今でもねこの正教徒のね系統を継ぐ人たちっていうのは、まあ、例えばダーウィンの進化論とかっていうのは決して認めないしね。 その人口中絶とかっていうのも絶対認めないですよね。まあそういう人たちの、まあ祖先ということになるわけですよね。もう聖書が絶対、ね。もうキリスト教の完全完璧なまあ理解と実践っていうのをまあ求めていくという、こうね。そう、キリスト教、そしてその聖書に対して完全完璧を求める聖教徒の人たちっていうのが、まあヨーロッパではね、まあ、嫌われて、ね。そして、まあ,まあい、居場所がなくなったんですよね。 でそれでこうねもうそれだったらまあ自分たちが考えるまあ理想の国家っていうのを新天地で作りたいということでねえ アメリカといいう新天地に渡っていってたんですよね、まあ、ここでこそ私たちが考える理想の国を作ろうということで正、まあ、教徒の人たちが渡っていったということですよね。で、この人たちっていうのがもしね、あのアメリカの主流になると今度は、ね、あの介入主義になります。まあ、自分たちが考えてることが一番ね、最善だっていうふうにまあ信じてる人たちなので、まあ、自分たちが一番頭あの、ね、考えてる、頭の中で考えてることが理想だっていうふうに考えてるわけですよね。だから理想 を他の人たたちにも広げた方がいいと、ね、私たちの、ね、理想的な考えっていうのを、ね、他の人たちにもどん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 、ね、広めた方がいいとか、ね、あの人たちも私たちが考えてる通りやるべきだみたいな感じで、まあ、積極的にこう介入していくという考え方になっていくんですね。 アメリカにはこういう,こう、ね、貧しい農民出身の祖先と政教党の祖先あ政、貧しい農民を祖先として持つ人たちと正教徒を祖先として持つ人たちと大きく2種類の人たちから、まあ、作られた国なので、まあ、そ,ういうそれでこう孤立主義と介入主義っていうねその 二つのね、両極端の考え方っていうのがあって、まあ、これをこう振り子の方ように、行ったり来たり行ったり来たり、ものすごい孤立主義かと思えば、ものすごい介入主義、ね、ものすごい引きこもるかと思ったら、すごくおせっかいを焼いてくるという、まあ、このね,ね、振り子をこうね、ふ行ったり来たり、こう左に行ったり右に行ったりっいうことですごくこう大きく触れていく国っていうのがアメリカなんですね。 で、そのことを理解してないと、ね、例えば日本みたいなアメリカの外国からアメリカっていうのを見ると、アメリカって一つの国なんだろうっていうふうにね、まあ、見えるんですけど、実際アメリカには二つの国があるので、あ顔があるので、まあ、その二つの顔っていうのを理解することで初めてアメリカっていうのをちゃんと理解することができるということですよね。でそうしたときに、まあ、今回は孤立主義ということに関して、ね、学びを深めていきたいんですけど、もともとアメリカっていうのは孤立主義から原則だったんですね。 その他のね外国、アメリカ以外の外国とどういう、ね、姿勢で付き合っていくかって言ったときにもともとは孤立主義というのがまあ原則ですで。こちらの方が歴史的、アメリカの歴史の中では長いんですね。ま,まずそのね、貧しい農民の人たちが結局どん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 ,どんね、その 動物たちとか先住民、ネイティブアメリカンと呼ばれている人たちと戦いながら、まあね、自分たちの土地っていうのをどん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 開拓していくわけですよね。最初13州みたいなのを開拓して、そしてこうイギリスからの独立っていうのを勝ち取って、独立宣言を発表したということですよね。 でそうしたときにまあ独立宣言を発表した時のまの、あ、初代のアメリカ大統領っていうのはまあワシントンっていう人でしたけれども、まあ、ワシントンははっきりと、ねえー、孤立主義というのを、ねえー、宣言しています。ね、だ私たちはヨーロッパには一切関わりませんと。 ね、私たちはいかなる国とも同盟を結びませんと。その代わりヨーロッパも私たちアメリカには関わらないでくださいということですよね。で、という孤立主義っていうのをはっきりね、初代大統領であるワシントンっていうのはまあ宣言してるんですね。アメリカはどの国とも同盟は結ばないと。ね。だからヨーロッパは ね、私たちはヨーロッパに一切干渉しませんと。その代わりヨーロッパもアメリカには一切関わらないでくださいということですよね。だからもともとアメリカっていう国は孤立主義から始まった国です。で、それが原則だったんですね。で、それで結局ね、まあ、約165年ぐらいですよね。まあ、およそ165年ぐらい孤立主義が基本、ね。外国とどう付き合うかっていった時にアメリカの外交の基本っていうのは孤立主義が基本でした。 でなのでアメリカの歴史の中でいけば孤立主義っていうのがまあね、えー、原則だったし、まあ、時代の長,な長さでいけば孤立主義であった時代の方が長いということですよねでアメリカっていう国はこの孤立主義っていうのが非常にこう取りやすいえ国なんですねそう孤立主義であ,あるっていうのがまあしやすい国であるということですね 一、まあ、番はね、こう地形というのが大きく関わってくるんですけれども、まあ、この、ね、地図っていうのは、まあ、正規方位図法というね、まあ、あのよくね、小学校とか中学校で見るね、あの地図とはちょっと形が違うんですけど、まあ、あの小学校とか中学校でよく見る地図っていうのは、メルカトル図法っていうね、そういうこうね、えー 地図の作り方をしているわけですけど、まあ、今見ていただいているのはね、正規方位図法といって,言って、まあね、図の中心からの距離と方位が正しく描かれている、まあ、そういう地図ですねで。その正規方位図法で、まあね、ちょっとこう世界っていうのをね、ちょっと表現した地図っていうのを見ていただいているんですけど、この地図の方が、ね、その世界の,、ね、その位置関係っていうのがすごくこう分かりやすいと思うんですよね。メルカトル図法の場合は、ね、ちょっとこう面積とかね、 そういったのがもうね、すごくこうぐしゃぐしゃになっているので、ちょっと逆にあれだとこう、ね、世界の本当の、ね、位置関係というのが分かりにくいかったりするんですけど、まあ、この正規方位図法っていうのは、少なくとも図の中心からの距離と方位は正しく描かれていますので、まあ、その国の、ね、位置関係とか、まあ、地形っていうのはね、より分かりやすくなっていると思うんですね。 そうしたときに、まあ普通小学生、中学生はアメリカっていうのは大陸だっていうふうに習うんですね。まあある一定以上の面積を持っているので、ね、アメリカっていうのは大陸だと。まあだからね、北アメリカ大陸、そして南アメリカ大陸っていうことで、まあアメリカは大陸国っていうふうにまあね、習うんですね。 ただ実際はその地政学というね、地形でね、政治を考える地形学っていう学問があるんですけど、地形学、地理的環境からね、政治を考えるというこの地形学で行くと、アメリカは巨大な島だっていうふうに捉えます。だから小学生、中学生が習ってるのとちょっとこうね、感覚が違うんですよね。 小学生、中学生はアメリカっていうのはある一定の面積を持っているので大陸っていうふうに習うんですけど地政学ではアメリカは巨大な島であるというふうに捉えますつまりこう世界の中でね大陸っていうのはここのこう、ね、真ん中のユーラシア大陸とアフリカ大陸ここは全部こう陸続きで一番面積が広いですよね,ねユーラシア大陸があってアフリカ大陸があってこれが全部陸続きで一つのね、えー 陸地の塊になってますよね。で、ここがね、大陸っていうふうに考えるわけです。地政学ではね。だからヨーロッパとアフリカ大陸が一続きの巨大な一大陸があって、あとは全部島っていうふうに考えるんですね。要するにこう、北アメリカ大陸も南アメリカ大陸も、このユーラシア、アフリカからは独立してますよね。 つながってないわけですよねだからこユーラシアアフリカが一つの巨大大陸であとは全部島と要するにこうユーラシアアフリカ大陸と陸続きじゃない独立した島であるっていう特徴あのね捉え方をするんですねでそうした時にアメリカっていうのもね巨大な島の一つであるというふうにま捉えるわけです でその捉え方っていうのは何で大事なのかっていうことなんですけど要するにユーラシアアフリカからは独立しているのでだから孤立主義っていうのを取りやすいわけなんですよ。 陸地でねあの国境が接しているとどうしてもね摩擦が生じるんですよねここのね地域は何とか地方っていうのは、まあ、どこの国のものだ例えばねそのイギリスのものだとかフランスのものだとかねドイツのものだとかイタリアのものだとか、まあ、ギリシャのものだとかっていうことで、まあ、ヨーロッパがね過去の歴史で、ね、戦争紛争が多かったっていうのは陸続きで国境が接してるからですよね国境が接していると結局縄 縄張り争いで、ね、その線をね、どこで線を引くかっていうのですごくこう揉め事が増えるんですよ、ねあの。国境が接していれば接しているほど紛争とか、ね、戦争は起きやすいわけです。どこどこの、ね、国は、ね、どこどこの、ね、土地、どこどこの地形、どこどこの地方は、ねう、うちの国だ。いや うちの国だっていうことで、紛争とかが起きやすいわけですね。ヨーロッパとかっていうのが、ね、世界の、ね、数千年の歴史の中で戦争とか紛争が多かったのは、一つはね、その陸で、ね、他国と接している。 からっていうところがあります。ね。だから、まあ、あの、紛争とか戦争がヨーロッパは多い。もしくはユーラシア大陸っていうのは多いわけですね。他国といろんな国とね、接しているから、陸地、陸続きで接しているから、まあ、紛争とか戦争が多いわけですね。ところがアメリカっていうのは、まあ、見ていただければわかるんですけど、ユーラシア、アフリカ大陸とは明らかにね、離れてますよね。 独立してるわけです。ユーラシア、アフリカ大陸とかからね。だから巨大な島っていうふうに見るわけですよね。だからアメリカっていう国が、そのヨーロッパからね、陸地、 ま、陸軍ですよね。陸軍で直接攻め込まれるってことはないわけです。ね。要するにアメリカっていうのはね、こうね、太平洋と大西洋という二つの巨大な海によって、まあ、守られているわけですよね。まあ、陸軍からの直接的な侵攻っていうのを受けないということです。ね。まあ、もし攻められるなら海から、ね、海軍で攻められるってことはあるわけですけど、陸軍から直接攻められるということはない。まあ、言い方を変えるとアメリカっていうのはその海によって自然の要塞で守られている、まあね、 そういう巨大な島であるということですよね。だからそのヨーロッパからね、えー、こう孤立する、引きこもるっていうことがすごくこうしやすい国なんですね。しかもアメリカっていうのは、じゃあ国境をね、どこの国と接してるかっていうと、まあ2カ国と直接接してますよね。まあ北のカナダと南のメキシコですよね。で、このカナダとメキシコとは直接国境を接してるので、まあこの地域をね、守らないといけないっていう理由はあるんですけれども、しかし、まあ国力ですよね。な 国の強さを考えた時に経済力と軍事力っていうのを考えた時にカナダアメリカメキシコの3カ国を並べるとアメリカは圧倒的なんですよ。その似た国が3カ国並んでるんじゃなくてアメリカだけ突出して力を持ってますよね。 だからカナダがアメリカに攻め込んでくるとかメキシコがアメリカに攻め込んでくるってことはまあね考えにくいわけです、ね。カナダがアメリカに戦争を仕掛けるとかメキシコがアメリカに戦争を仕掛けるってことは非常に考えにくいわけですね。まあ、逆の言い方をしたらアメリカはそのカナダとかメキシコから、ね、自分の国を守るためにまあ、ね、強力な軍隊をずっとこう置いておく必要がないという、まあ、そういう優位。 有利さっていうか、優位性っていうのがあります。ねまあ、これがヨーロッパのね、フランスとかドイツなんかとは事情が違うんですよねヨロ。ヨーロッパのフランスとかドイツとかっていうのは周りをね、他の国に囲まれてますから、まあ、フランスっていうのはね、スペインから例えば自分の国を守らないといけないとか、ね、ドイツから自分の国を守らないといけないとか、まあ、そういうね、理由がありますよね。だからフランスにはやっぱり自国にある程度の軍隊を置いておく必要があるわけです。それは他のね、ドイツなんかも同じということですよね。 まあそうすると、やっぱりこうね、自分の持ってる力っていうのをどうしてもね、えー、自国の方に、自国のまあ軍隊とか防衛とかっていうのにまあ使わざるを得ないわけです。ところがアメリカはまあヨーロッパから独立していて、まあ、太平洋、大西洋っていう天然の海という、ね、天然の要塞に守られてるっていうのに加えて、まあ、隣国が、ね、相対的に弱いですよ。 アメリカに対してカナダがね攻め込んでくるとか、メキシコがアメリカに攻め込んでくるってことは、まあね、ゼロではないですけど、非常に考えにくいですよね。そうすると、自国に、自国のそのね、防衛とか、軍隊にね大きなね力とかお金っていうのを使う必要がないんですね。結果、どういうことが言えるかっていうと、非常に余裕があるわけですよ。 余裕があるわけです。ね、その他国からどん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 ね、攻め込まれてくるかもしれない、侵略されるかもしれない。だから自分の国をね、なんかね、守らないと、みたいな、まあ、そういうこう、危機感みたいなのが弱いので、ね、その軍隊とか防衛、自国の防衛に大きなね、えー、その、お金とか、 エネルギーとかあんんまり使わなくて済むんですねで余ってる力っていう余ってるエネルギーとか余ってるお金を、まあ、自国の発展、まあ、経済的な発展とかっていうのにすごくこう振り向けやすい国なんですね、まあ、それがアメリカという国の特徴なんですだからね引きこもろうと思ったら引きこもれるんですよ ね、巨大な島っていうふうに言ったんですけどこれがね日本の島というのとはちょっとまた違うんですよね日本もまあ、ねまあ、典型的な島国なんですけど日本はやっぱり引きこもるってことは実質できないつまり外国と貿易を一切しませんっていうことは、まあ、事実上できないわけなんですよ一、まあ、回歴史的にね日本は江戸時代に鎖国というのをやって、まあ、外国と貿易しませんっていうのをやりましたけどあの200年間で日本はね、まあ、持ってる資源っていうのを大概使って っっちゃったんですよね例えば日本は、ね、昔は金山とか銀山とか銅山とかね、まあ、そういうね、えー、その金が取れたり銀が取れたり銅が取れたりとかっていうのがあったんですけど、まあ、結局そのね、えー、その江戸時代の200年間、まあ、外国と貿易をしなかった200年間で、まあ、大概も全部掘っっちゃってるんですよねだから今の日本には資源がないわけです基本的には。 まあ唯一残ってる資源って言えばもう石灰石ぐらいですよね。まあ、セメントを作るための原料である石灰石ぐらいのもので、ね、本当に生活、今の現代の豊かな生活を維持するための石炭とか石油とかね、天然ガスとかもしくは鉄鉱石とか、ああいったものはもう全然足りないわけですよね。だから日本が外国と貿易しない孤立主義を取るってことはまあ事実不可能なんですよ。ね、だからやっぱり日本っていう国はもう外国とやっぱ貿易をしながらやっていく。 しかない国ですよねえところがアメリカはね島国とは言っても、ね、日本の島国とはちょっと意味が違って、ね、アメリカは、ね、自国にねやっぱり資源をたくさん持ってるんですねだから石炭石油鉄鉱石とかっていうのは、まあ、困んないわけですよ別に外国と貿易をしなかったとしても、まあ、石油なんていうのは世界で一番ね、えー 持つといいうことがでできてる国ですよね昔は中東諸国の方がね石油は持ってるっていうふうに言われてましたけど今は世界で一番ね石油を発掘することができる国っていうのはアメリカですからそうすると別に外国と貿易を仮にしなくて完全に孤立主義っていうことで引きこもってしまったとしても自国の中から石炭とか石油とか天然ガスとか鉄鉱石とかっていうのを取ることができるのでだからある程度自分たちだけで豊かな生活っていうのをね 回し続けるることができるんできんすねもちろん、ね、あの地球規模で見た時は、まあね、当然効率は落ちます、ねまあ、地球規模で見た時は、まあ、全世界で、ねえー、とにかく自由貿易をやるのが一番効率が良くなりますから、まあ、自分の国で一番得意なものっていうのを、ね、自国でやって逆に不得意なものは外国から輸入で買うというのが一番効率がいいんですよねだからアメリカは効率主義よりも当然ねその国際協調ということで、まあ、全世界と仲良くやった方が、まあ、地球規模で見た 場合は明らかに効率がいいんですよね。 やっぱりアメリカがね引きこもれば、孤立主義になれば、どうしてもねその生産が割高になる、結果、企業というのはやっぱり利益を出しにくくなるのは事実ですけれども、しかし、それでもやっぱりアメリカはやっぱりなんだかんだ言って資源持ってるので、だから効率は落ちたとしたとしても、やっぱりアメリカ国民、今だったら例えば3億、3000万人とかの人たちが、要するにもうはっきり言って他国と変わらないと、孤立主義を取ると言ったときに、 ね。まあ、その自分たちが持っている石油とか石炭とか天然ガスみたいな資源を使いながら、まあ、自国の人たちが使う分を作り、自国の人たちがね、買って、ね、経済を回すってことはね、まあ、物理的に可能なんですよね。まあ、効率は落ちて割高には、商品は割高にはなりますけれども、しかし、可能は可能なんですよ。そういう生活を取ろうと、そういう、え、ことをやろうと思えばできる国なんですよね。まあ、そういう、こうね、特徴があるということです。つまり、アメリカという国はいざ孤立主義を取ろうと思ったら、 から孤立主義を取りやすい国であるというのをまずね。抑えるということが大事ですね。なぜかって言ったら大きくは3つ。理由があって、1つはヨーロッパ。アフリカから独立しているとユーラシア大陸アフリカ。大陸 つくから独立してるので、ね、要するにその,、ね、その地域の紛争もめ事から巻き込まれたくないと思えば、まあね、離れた場所にあるっていうのが一つですそして、ね、隣国がメキシコとカナダという、ねまあ、アメリカに比べれば相対的に弱い国しか、ね、国境で接していないのでだから自国の防衛にそんなに巨大な、ね、お金とかエネルギーを使う必要がない結果力が余りやすいので、まあ、自国の経済の発展に力を使いやすい ということですよ、ね、だからまあねアメリカっていう国は孤立主義を取ろうと思ったら取れるし取りやすい国であるということですだから今回の、ね、この動画で一番大事なことっていうのはアメリカというのはもともと孤立主義が原則の国なんだっていうのを再確認したということですよね,ね例えばアメリカが去年2017年からね孤立主義を深めたとかって言ってたんですけどもともとアメリカというのは孤立主義の国なんですよ孤立主義という っていうのが原則になってる国なんですよね。それが基本なんです。だからむしろ昔の原則に戻りつつあると、要するに振り子がね、えー、そのかあの。 アメリカが建国した時代に戻ろうとしてるんだっていうのが正しい見方なんですよね。突然変異でアメリカが孤立主義を深めてるわけじゃなくてもともとアメリカっていうのは最初は孤立主義が原則だったんですよ。初代大統領ジョージ・ワシントンは孤立主義を宣言してアメリカっていう国を独立宣言で建国していますからだからもともとに戻ろうとしてるっていうのが正しい見方なんですね。 実際歴史の長さで見たときも、ね、孤立主義であった方が長いですよ。ね、1776年に独立宣言で独立して1941年の、ね、結局太平洋戦争開戦まで1941年まで約165年間っていうのは基本的にはアメリカっていうのは孤立主義が原則の としてやってきた国なんだということですよねさすがにね、1941年の12月8日に日本がね、ハワイの真珠湾をね、奇襲攻撃したと ね、それでさすがにね、やっぱりいくら私たちは関わりたくありませんとかって言っても、やっぱりね、喧嘩売られてますから、さすがにその喧嘩を買って、まあそ、そのね、太平洋戦争、第二次世界大戦をきっかけに、まあ、孤立主義からこんな介入主義っていう形に、まあね、大きくね、180度舵を、ね、切り直すということをするんですけど、まあ、逆に言えば、その1941年までは、基本的にはアメリカの基本、アメリカの外交の原則っていうのは、孤立主義であったということですよね。突然変異的にに孤立主義になった わけじゃなもともと孤立主義から始まった国がアメリカであるということを、まあ、今回の動画で再確認していただければ、まあ、今ね世界で世界情勢としてどういう動きになっているのかっていうのをより正確に観察することができるようになるというお話です。 はい。今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。シ坂慎太郎でした。それではまた。